今日は2オークリンクをご紹介します。男性と女性の注意ポイントなんですけども、タンゴは特徴的で、他のスイングダンスとは違い、足を揃えて、組むのではなく、半分ずれた状態で8分の1回転ローテーションした状態で組まなきゃいけないです。なので、ウォークにも特徴が出てきます。1歩目は CBMP、 2歩目はサイドリーディングという形で、タンゴを踊ってください。女性も同様に1歩目は CBMP、 2歩目はサイドリーディングという形で踊ってください。もう一度踊ってみます。CBMP、 サイドリーディング、 CBMP、やってみてください。